皆さんこんこにちは命を守る参議院議院員の川田隆平です今週はこの予算委員会衆議院の予算委員会がきょうで、まあ、終わりまして採決ということで明日が本会議での採決ということで23日の天皇誕生日を挟んで24日から参議院の予算委員会へということに。 なろろううかというといこままで来ておりますで本当にこの2月中に予算が通過するというのは大体そうなんですが非常に早い段階から早く先週にも通るのではないかと言われていましたのでそれに一応その今回ですね質問時間ですとか集中の回数ですとか えー、今日集中中午前中やりまして5回とということですそれから、えー、質問時間もですね例年よりも、まあ、去年よりも多くなっているということですとか、まあ、予算の審議は <laughs> できるだけ長く回数もやってるんですけども、えー、争点となる、まあ、非常にその、まあ、政権の、まあ、問題点というのがもっとあのこの予算の問題点ですね予算の、えー まあ重要なところがです、ね、もうちょっと引き出されてということが、まあ、衆議院の審議の中で <laughs> 明らかになっていればです、ね、もう少し参議院で攻めやすいんですけれども、まあ、今回ちょっと参議院でもう少しその争点をちゃんとあぶり出していかなければいけないということで、まあ、今回参議院選挙が今年ありますので、まあ、それに向けてもです、ね、やっぱりしっかりそこでまあ争点を出していかなければいけないと。 ということで、この立憲民主党としても予算委員会のメンバーで、そういった打ち合わせなどもしながら、予算委員会に臨んでいきたいというふうに思っております。そして、この参議院選挙に向けた動きと合わせてですね、今、統一地方選挙が来年の4月に行われますが、その統一地方選挙と少し離れた形で、2月の20日には、 日野の市議会議員選挙と町田の市長市議会議員選挙というのがありまして町田の市長選挙それから市議会議員選挙が昨日終わりましたで野党6党が推薦をした清原治さんという方が立候補した町田の市長選挙大変厳しい結果となりました現職が当選ということですが自民党維新から出た候補者に次いで4番目と。 ということで結果として非常に厳しい結果となりましたそれから藤田の市長選挙は4人立候補したんですが3人当選で現職が1人落選するというま大変ここも非常に惜しいことをしておりますそして本当に申し訳ありませんそして広野市議会議員選挙も2人立候補して現職当選新人が落選ということでまあ惜敗ですね本当に非常に残念な結果になってしまいました まあ本当こういうですね、まあのその一つ一つの地方議会の議員の選挙でやっぱりしっかり取っていくっていうことがとても重要なんですけれども、まあ、本当にそういう意味でやっぱり非常にま赤敗であったりとか、まあ非常に元職を落としてしまったりとかですね、まあ、非常にそのちょっと手痛いあの選挙の結果だったなというふうに思っています。まあ、本当今今年参議院選挙に向けてですね、もっとえしっかり選挙に向けた取り組みをしなければいけないところを 非常にその残念な結果になってしまっています。そういったところからも、本当、気を引き締めて、もう一度改めて選挙体制を作り上げていかなければいけないというふうにも思っております。参議院選挙に向けて、ですね本当、ここはもう必死で頑張っていかなければいけないところだと思いますので、まあ、ぜひあの、私は今回、改選ではないんですけれども、非改選としても、改選議員をやっぱりしっかり応援できるように、これから頑張ってやっていきたいと思います。 そして今週、ですねそういった意味で予算委員会が始まりますので今、予算委員会は予定では非改選ではなくて改選組の人たちが主にテレビ入りの集中審議などそれから総括質疑などですねテレビが入る委員会については改選の人たちが優先して立っていくことになると思いますが。が まあ今ちょっとコロナのこともあって、まあ、非常にその予定通り、えー、バッターの人たちが立てればいいんですけれども、まあ、そこでない場合に備えていろいろとまあピンチヒッターをやらなければいけないところも出てくると思いますので、まあ、そういう場合に備えて、まあ、常にまあ臨戦態勢で球声もしっかりしておくといつでもバッターに立てるようにということも言われておりますので、まあ、そういう意味ではあのしっかり質問の準備も進めていきたいと思っています。 質問の方はですは、ね、やっぱりぜひこれから予算委員会もありますし、厚生労働委員会もありますので、そういった場でしっかり取り組んでいきたいというふうに思っています。それからローカルフード法案、これもしっかり取り組みを進めていきたいと思っていますので、そういった準備をどんどん進めていく必要があるということで、今、党内の議論はそうですし、党内の議論だけではなく、ほあの野党や野党与党の人にも、 ちゃんとこのローカルフードファイについては説明を進めていきたいというふうに思っています。先週まメルマガではまあいろいろさまざま書かせていただきました。それからブログにも書いておりますが、ま本当にいろんな動きが今複合的に起こってきておりますので、ま特にあのま今あのやるべきことが惨憺している状況の中で。 しっかりローカルフード法案のことに週末もシンポジウムで参加させていただいたりですとかまそういったその今動きがどんどん活発に起こってきてますのでそういったところからこのローカルフード法案のこともしっかり進めていきたいというふうに思っておりますぜひ皆さんからもご意見それからこういうふうにした方がいいんじゃないかというまご意見であったり提案などありましたらまたあの皆さんからの コメント、メールなど、まあ、ぜひあのいただければと思っておりますえ。今日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。